それではスティックチーズケーキを作ります。今回はですね、型を使わないでチーズケーキを作りたいと思います。まずホイルを25センチから25センチに切ったら、端から 3.5 センチずつ2回折ります。 OK。 そしたら今度反対側も 3.5 センチずつ折っていきます。アルミホイルでチーズケーキの型を作っちゃおうってことなんですよ。上も下も 3.5 センチずつ2回折りました。そしたら今度は縦にして、また 3.5 センチずつ2回ずつ上下上と下折ります。はい、折りました。ずいぶんちっちゃくなりました。で、ひっくり返した時に底の部分が11センチ×11センチになってたら型の完成です。そして広げて端は両端は一折りしたままで、この角の部分を立ち上げた時に三角にして型に沿うように倒します。ほら、型になってきましたよね。同じ方向になるようにすると強度が増します。これでチーズケーキの型の完成です。同じ型を2個作ります。続いてチーズケーキの土台を作ります。袋を二重にして、中にマリービスケットが入ってます。麺棒を叩きます。細かくなりました。そしたらここに完全に溶かしたバター、全体にバターが馴染むまで1分ほど揉み込みますよ。それでは型にビスケット生地を敷き込みます。ポロポロ崩れないように、そこに敷くビスケット生地はしっかり手で押さえながら固く敷きます。ギュッと押し付けました。続いてチーズ生地を作ります。ボウルにクリームチーズを入れて、ラップをしないで電子レンジで20秒から30秒泡立て器がスッと入るまでチンします。はい、開けてみます。スッと入りました。そしたらどんどん入れていきます。まずは砂糖、卵、全卵すり混ぜます。滑らかになってきました。そして生クリーム、ちょっとずつ入れながら混ぜていきます。レモンジェル、薄力粉をふるって入れます。ふるいにかけます。そしたら練らないようにさっくりと混ぜます。粉っぽさがなくなるまで30秒ほど混ぜました。そしたら先ほどのスーパーチーズケーキの型に流し込みます。そしたらゴムベラで平らにならして天板の上に乗せます。190度に予熱したオーブンの下段に入れて35分から40分焼き色がつくまで焼きます。焼けました。めっちゃいい色。そしたら天板のまま常温で粗熱が取れるまで30分ほど置きます。チーズケーキの粗熱が取れました。冷蔵庫に入れて固まるまで2時間ほど冷やします。2時間経ちました。冷えました。そしたら切りますよ。角を外して、全然ビスケット生地がボロボロしてませんよ。膨らんだ部分を落として2倍よく11センチの長さにします。2センチずつ切っていきます。冷蔵庫でしっかり冷やしたからカットしやすいですよ。見てください、美しいです。そしたらラッピングします。10センチから20センチくらいにカットしたワックスペーパーを10枚用意します。チーズケーキを置いて回転させるようにして閉じて、キャンディーのように巻きます。かわいい。スティックチーズケーキの完成。秋のお土産にぴったりだい。プレゼントです。プレゼント、スティックペプレゼントです。スティック、ね、スティックの何、うチーズケーキじゃん。いや、やばそう。俺チーズケーキ俺大好きなんだよね。おお、なんかしっとりしてる。おいしい。チーズがしっとりしててクッキーがサクサクで美味しい。
クッキーの量が多いから全然チーズが重たくならない。 YouTube のチャ